でこう内側にしたら真っ黒なの？よっしゃ、動画も撮ったことやし遊びに行くか。エヴァンゲリオンアットマークドキュンさんなんや。うん、動画撮影終わり。よし帰れ帰れ。 YouTuber の仕事なんかそんなもんやな。台本こんなもん決まっとんねん。破産なんかするわけないよ。一回破産したよ、もう一回儲かったよ。誰かのパクリに決まっとるやん。そう2番センチ5番センチね。そんな感じですよ。入ってたちゃんと。まあ後であの配信で見てみるけど、これ入ってなかったらもう一回してやり直しやねんけど、めんどくさいやん。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、ケツならケツイエ。止める言うたら、止める言いましたよ。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、コメント消したのに別にカイさん、それでアリマは100万やるの。どうしようかなぶっちゃけどうしようかな。あんまり何とも思ってないねんけど、まあアリマまでにね、またあの大金をゲットできてたら。エヴァンゲリオンアットマークドキュンさん、顔映ってへんとか言うやろ。もうやめて、もうマジでやり直しやん。もうカップヌードル今食べたのに。全部ちょっと写真だけでもどっかで撮ろうかな。写真だけでも、カップヌードル持って座禅組んでる写真だけでもどっかで撮ろうかな。もうええわ、もうもうめんどくさなってきたわ。もうギリギリのドライバーがそこで遊んでんねんけど、二人まず間違いなくこのラボにお姉ちゃんと会いたいやろ。これ俺はこっちではないな。おらんくなってるわ。ざっくりおるわ。おる、二人とも。しんど。ゴミだけ溶かしたいけど、ゴミだけって溶かされへんのかな。そこが入られへんのかな。どうしたい。ここでこうたゴミやのにどうしたい。刺されてるでしょ。ゴミでもなくて、ここの店のゴミやかな、これ。そうそう。よし。じゃあ、KP。自分へのご褒美を忘れませんよ、僕は。ね。あ、ええわ。昨日まだみんな半袖やからな。ホテルとかマジかよ。ホテルなんか何なのかもよく分かんない。スカイさん、沖縄。そう、那覇にいます。那覇にいますよ。那覇の波の上ビーチにいますよ。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、なんでそない寂しい生活するようになったんや。今日も日本仕事終わりですからね、僕。君たちは違ってもう日本仕事こなしてるからね、うん、まあ企業案件だけどこれから、これから集合かけられましたんでね、ちょっと僕も戻りますんでね、よろしくお願いしておきます。ということでね、皆さんね、ありがとうございました。スカイさん、いくら稼いだの。今日なんもなんやろ、これ。僕あの報酬聞いてへんねんけど報酬期間と沖縄来てんねんけど、まあ今から聞こうかな。これいくらですかみたいな。今回これいくらみたいな。タコポンさん、あったかいの。あったかいとか暑いっすね。だってみんな半袖半端やもん、うん、あのスーツ着てんの僕だけやからね、ぶっちゃけ。沖縄でスーツ着たら気違い扱いされるから。
私はこんなね、ソープ街をね、黒の縦縞のスーツでうろ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 してたら、俺どっかの何店員かスカウトか。タコトンさん、メガネにマスクわらわらわら。マスクは置いてきました、マスクは。もうさすがに。部屋、どうしようかね、一回部屋戻った方がいいかな。まあ、ええわ。スカイさん、100万負けて次の日沖縄とかいい生活だな。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、スーツ切って半袖短パンにしよう。いやいや。そしたら、半袖半パン買いに行くわ。まだスーツ買う方、作る方がめんどくさいわ。タイさんも今着れるスーツがなくて困ってんのに、今4着あるはずのスーツを2着で回してんのよ。もう大変なんだから。残りの2着はもうお腹苦しくて、まあ月に1回2回、うん、それもそれはちょっと言い過ぎか。週に1回着れたらいい方みたいな。もうお腹苦しいわ。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、太るから悪い。もうね、何しても太んのよね、これ。どうしたらいいかも。ドリームスペースらしいで。何やねん、ドリームスペースって。ラブホテルって書けような。この辺は思いっきりラブホ街ですからね。ソープ街、ラブホ街だから。はあ、タコトンさん、真っ暗だな。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、またな。 ありがとうございました、ね、ということで今日はあの半月ですね、半月、うんね、暑いわ。スカイさん、今日はデリは何時から予約してるの？今日は呼ばないです、今日は呼ばないです、明日ですよ、明日ですよ。さっき言うときますけど、明日ですよ、呼ぶの。今日いないから、今日まだ来てないから、今日まだ鹿児島から。明日から1週間来るらしいから。それだけの理由で僕、なんか沖縄来たみたいやけど、違うからね。仕事やから。タコポンさん、風俗行くの？風俗行かないです。別にそんなに溜まってるわけでもなくて、ね、僕オナニーの方が好きだから、別に。あ、大根あるわ、沖縄。なんか今日お昼、沖縄で大根あるのって聞いてたけど、沖縄も大根あるわ。なんかちゃんとタクシーみたいなマークつけて大根走ってるわ。特にこの辺はね、風俗と、ね、ソープと飲み屋があるから余計に多いんちゃうかな、そうそうそう、赤いわ。さっきの虫の、もうさっきの草むらでラーメンなんか食うからもうえらいことになったわ。ネタのためだけに体張りすぎやろ俺。ケツかゆいって思うんだ。何階建てのマンション？結構高いな。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11階。11階建てのマンション。まあ大阪にはこんな団地もあるけど、昭和の初期の団地も11階はあるけど、沖縄では珍しい。特にこの辺ではこんな高い建物ないね。この辺でね、家賃3万5万ぐらいの部屋1個借りといてもええねんけどな。でバイクでも置いといたらね、あとはもう飛行機で来るかけえへんかだけのことで、あとはね、あの普段僕が来ない時はね、誰か来たい人は使っていいよって。ただそうすると鍵の管理がめんどくさなのよね、事務所と一緒で。誰かで構わず持った、誰かで構わず持ったで、わけわからんくなるし。ああしんどいな。暑いわ。暑っ。乗らないのかよ。びっくりするよ。乗らへん、乗ったで乗らへん。
野良犬なんかおる今時日本で。すげえな、沖縄ぐらいじゃない野良犬とか。だってもう大阪なんか野良犬歩いてないやん。何野良犬ってみんなやっぱ殺されたんかな。歩いてないもんな、その辺。飼い犬じゃない犬ってもう歩いてなくないですか。そうそうそう、カメラやばい。これ誰か見てたな。これそういえばご隠居来てたな、これも。この辺来とったな。この辺よう来よんな、みんな。なんでこんな土とか来よん。あれミスターマイク、あれミスターマイク、あれね、ステーキハウスミスターマイク、あそこよく行くんだけど。そうそうそう、あーしんど。僕の常宿はね、この近所のホテル、あのアパートメントで、まあウィークリーみたいなところなんで。しんど。このファミマまで来るとね、すぐ裏にあの知り合いの事務所があるから、まあ、そこでよく持ち合わせをしてるんだけど。あ、疲れた。あ、ここが暑いわ。ああ、今日そういえばさっき若いお姉ちゃんが出たの。そういえば雲地かどっかで、あの女子高生らしき女の子に道聞いてたよね、真夏に来た時。うん、ドンキってどこあんの言うて。もう今この時間に声かけたらあんの変質者やん。通報もんやわ、この通報されてまうわ。おしっこした。ちょっとファミマ行かして、トイレ貸してくれんのかな、そこ。中国人じゃなきゃな、日本語じゃないな、みんな。恐ろしいな。タコトンさん、タチンボ。タチンボではないですよ、今の。今のなんか女子中高生っぽい。二人組があるって、一人と今別れたところです。信号のところでね。よし。ということで。トイレかし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 。風邪治ったな。完全にこう出風は治りましたね。よし。どうすんやろな。明日の予定を聞きに行こうか。明日の予定を聞くか。ね、ということでね、ありがとうございました。ね、ちょっとこれから人と会いますので、この辺でね。時間です。さあ。